マジか、すごい宇宙人。はい、こんにちは、ピカですけどね、いよいよアステック来ましたということで、ご要望がね非常に多かったアステックのハンコンレビューしてください。今日ねやっていきたいと思います。今日はこのセット、まずはね開封からして、そしてね今日はスペシャルゲスト、アジア一シムが早い男来てますんでね、その人にレビューもしていただきましょうということでやっていきたいと思います。まずはね開封していきたいと思います。どっから行く、ステアリングから行く、ステアリングから行こう。さあ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 、どんな感じ、きたー、かっこいい、すごい SDGs だね、すごいねこれ SDGs。 はい、ということでこんな感じ、音小さめ、音かなり小さめ、ここがクイックリリースになってますね。ああいいじゃん。でくるくるがあって、くるくるがあって、くる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 、そしてここもくるくる、そしてここもくるくるくる、おお、くるくるが2、3、左右に3つずつ、そして2個3個4個5個ということで、計11個ですね、くるくるがあると。やっぱくるくるはねすごい設定しやすいですね。やっぱりアップダウンがあるもの多くてね、そういうものがブレーキバランスだったりね、ブーストだったり、アップダウンって結構多いのでね、こういう分かりやすい感じ、ここなんかはねもう本当に指がね離れずいける、指が離れずいろいろ調整できるっていうのがすごく考えられてますね。質感もいいよね、このマーブル模様のカーボン、カーボンですね、トレーなのかな知らんけど、パドルは1個ですね。 LED はこことここと、ここボタンのところにもありますね。なんでボタン押したよみたいなのが分かるのかな。オレンジ色がね特徴的なデザインになっておりますと。はい、そしてねハンコンの方開けていきたいと思います。よ、はい、きたー、電源スイッチ、ポチポチ、電源、電源でかい、各種ケーブル、各種止めるやつ、各種カビ、これなんだ、あ、緊急停止ボタン、いいね、今度もちゃんとあってね。はい、そしてこれを開けるとく、各種ステッカー、そして思い、思い出、よいしょー、こんな感じのモーターですね。ダイレクトドライブっていうことで、こうねモーターのところに直接ねハンドルがつくというところですかね。すごい、フリクションない、フリクションない、くるくる、軸も軽いね、これは良さそう、これは良さそうなハンコンですよ。はい、そしてペダルですね、よよ、お、さあ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 、はい、紙、乾燥剤、紙、紙、紙、え、何これ、なんだこれ、 Do not eat、 食べちゃいけませんね、食べちゃいけません、グリス、はい、そしてアクセサリーボックスの中にケーブルとグリスとかなんか入ってますね、はい、なんかが入ってる。そしてペダルが、よ、ステッカー、よ、すごい SDGs、 すごいよこれ、環境に優しいパッケージングになってますね。はい、そしてペダル、きた、どうすか、感圧式ペダル、すごい光合成軽量って感じ、普通のペダルに比べてめっちゃ軽い、軽さが特徴だね。ステアリングもね比較的軽いんだよね、だからなんか結構軽い感じ、うん、そんな感じがします。はい、ということでこんな感じでね、クラッチないんかいっていうね話はありますが、いいね、いい感じですわ、はい、かっこいい、オレンジが特徴、そしてペダルの位置がねくるくる回して調整できるのかな、この辺でね回して調整できそうですね、ペダルのストローク位置がちょっと奥にできる、
アクセルに対してブレーキがねちょっと手前に来るようにアクセルをちょっと奥にしておくとかっていうのがここのねアジャスト熱でできる感じになっていますね。そしてバネの強さがこういうところでね調整できるということなんですね。これでバネにプリテンションがかけられるみたいな構造になってます。すごくシンプルでねデザイン性が高いいい感じ。じゃあねちょっとスタジオの方でもつけてねデビューしていきたいと思います。それでは取り付け開始。はい、ということでセッティングねしてきました。こんな風にねしました。どうでしょう。そしてねこちらブレーキのゴムですね。中に入るねアタッチメントが何種類かあります。これのちょっとね一番ソフトにね変えました。ハードだとねすんごい硬い、もう実車みたい。シムレーシングということでちょっと柔らかめでねストロークのある感じでコントロールができるような入れ替えました。はい、ということでアイレーシングでねまずはやっていきたいと思います。それではやっていく。ニュルを最新のねマクラーレンで走っていきたいと思います。このハンコの特徴としてねめちゃめちゃこのなんかねイナーシャ慣性モーメントが少ない感じがしますね。質量が軽いからめっちゃこう慣性でこう重みがかからないっていう、なんでもうものすごくこう制御がね俊敏に伝わるっていうような感じがしますね。それではやっていきましょう。こちらがですねアステックのコントロールソフトになっておりますね。これ一つでステアリングのシフトライトとかねボタンの色とかね明るさとかが変えられるっていう形になっています。そしてホイールベースの方はまあですねここにプリセットがありまして、まあ、そこだけですかね。プリセットがアドバンスモードでこれだけのねプリセットがありますというところですね。そしてねプリセットの種類なんですがここに F1 とね GT3 っていうのが入ってまして、あとはねご自分で設定してくださいというようなイメージになっていますね。なので、まあ、ちょっとソフトごとのベストなねプリセットを自分でねこう見つけ出すっていうことが必要というふうに言えます。となるとですねどういうことかというと本当にねかなり幅広いセッティングができるっていうところが一つありますけど、本当にねいいセッティングを自分で見つけなきゃいけない、あとはネットを探して見つけなきゃいけないっていうところが、まあ、このハンコのね特徴になってくるかなと。そしてね私はねこれインプレッションしますけど私がセッティングしたモードでのインプレッションとなっておりますので、この設定によってね大きく印象が変えられるハンコンというふうになっていますね。そこがちょっと注意が必要なところです。それでは行ってみましょう。操作系はね非常にこうなんていうのかな、アクセルもすごい軽いよね。新しいマクラーレンめっちゃいいな。本当にね なんていうのかなそのセッティングの部分を除くと、ういギアが流れる、非常にハンドルのね動きがこう速いっていうかさ、イナーシャがないから動き出しも速いし止まるのも速いみたいな。危ない、危ないそう。だからこう本当になんかこうなんていうの、素早くハンドルが細かく軽く動くっていう感じですよね。そこはやっぱりアステックの特徴になるのかな。こういうところ遠征に乗った振動とかもすごくこうパキパキって動くっていう、切り返しもだから早いよね。避難車があってこうなんかドスドスってこうゆっくりこう動くんじゃなくてみたいな感じで軽く動くっていう、なのでセッティングによってね大きく変わったりもするというところが言えるんじゃないかなと思いますね。なのでちょっと本当にね印象がセッティングによっていろいろ変わるっていう、変えられる、うん、それをねやっぱりちょっとこう自分の好みを見つけ出すのにちょっと時間かかるかなっていう感じはしますね。アンダーがめっちゃ出た今、ア
アクセルを入れすぎました。ペダルはねすごいこう軽い感じだよね。これもねなんか重量があんまりなくて本当に合成高合成の軽いものみたいな。やっぱりね本当見た目以上にこう軽さを感じるよね。だからもう足にめっちゃついてくる感じをする。ああすごいなんか操作系が軽い。なんでこうどっちかというとこう実写系というよりは e スポーツ系なのかなっていうね感じはしますもんね。e スポーツでこう本当にねなんか軽いマウスを使うってあるじゃん。軽いマウスを使うっていうエイムがささっとできるみたいなそういう感じですよね。だからハンドルももう本当に、ああちょっとごめんなさい。だから本当にね軽く動くから、まあ、もちろんそのトルクはかかってるんだけどね、かかるけど力を加えて動き出すまでに重いものをこうよいしょって動かすんじゃなくて本当に軽いマウスをさって動かせるみたいな、マウスがめっちゃ軽いわっていう感じで、それにフォースフィードバックがかかって、そのフォースフィードバックもかかった時にこうすごくね軽く動くからものすごくいろんな情報が素早く入ってくるっていうのが特徴ですかね。なんで曲がろうと思って反応してからハンドルが動き出すまでイナーシャがないからね、本当にすごくこう素早くいけるっていうね。FPS なんかマウス軽くするのそういう理由でしょ。自分が反応したらもうすぐもう行きたい。重いとその重いものを動かす分の力がいるし、軽いから軽く動かせる。でこう戻す時も重いものが動いてってたらそれをね戻す力がかかるけど、ささささってねこういう状態でめっちゃ素早くこう動かせる。だからつまり1秒間に何回も修正打が入れられるっていうことから、実写をこう持つというよりは e スポーツ系のこのセットなんだなっていう感じがしますね。でペダルにもそれは現れていて、ね、このペダルの肉抜きあるじゃん。これはデザインとかもあるんでしょうけど軽いんだよね。だからこの動くものが軽いからとにかくこうイナーシャがないっていう、なんでめちゃめちゃ細かいアクセル操作ができるじゃん。やっぱ足についてくる、足をこう本当にこう貧乏要するにするとそれにもうなんかついてくるけど、普通重いものがこうね重いとさこうならないじゃん。押し込んだ時のもう押し込んだ重量がさこうかかっちゃうから、戻す時に戻るのも遅いけど、もう本当にねめっちゃ細かく動かしても足にぴったりついてくるっていう。ブレーキもやっぱそういう風ですよね。なんでちょっと今ねブレーキのストローク量を上げても全然こう追従してくるっていうところがあると、そんな印象を受けました。あとフィードバックに関してはこう実車のフィーリングとかステアリング切った時のゴム感とかっていうことも大事なんだけども、そこよりもどういう情報を拾ってどういう風に速く走りますかっていう自分好みにセットしてくださいねっていう概念ですよね。なんで本当にこうスポーツギアっていうイメージがしました。はい、ということでここからはねアジア最速の男にインプレッションしていただきましょう。はい、ということで今日はねマウス秋葉原店に来ております。ここでね武藤選手がアステックのハンコンやってるということで取材に来ました。最速ラップ見せてもらいましょう。はい、ということで今日はシムコさんに来てもらってますね。シムコさんがアステックのハンコンをインプレッションしてもらいたいと思います。どうですかこれ。あ、セッティングに必死でね今ね、はい、これ見せちゃいけないセッティングなんですけど、特別にねキーアサインとこがとりあえずやっていこうか、はい、緊張しますね。はい、ということでまずはこのねアステックのハンコン宇宙人がねやってどうなるか。アジア一、あと何言えばいい、日本一だよね。もう明らかに日本一の選手、まあ、日本代表ですね。日本代表ですね、はいはい、今日はアセットコルサコンペツをねやってもらってインプレッションしていただきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。どんな感じですか。
まだやってない、まだピットロード。まだピットロード。はい。あのこの一番最初、気づいたのはこの光るところですね。はいはい。これ多分トラコンとか ABS とリンクしてると思うんですけど、ちょっとブレーキ踏んでみますね。はい。あ、これ今 ABS でカタカタカタ。ああ、本当だ。ですね。これですごい分かりやすいですね。あ、なるほどね。はい。音じゃなくてこう視覚でも見れるか。見えますね。で多分トラコンもこれここ光ると思います。ああ確かに、あそこも光ってるんだね。ですね。これ分かりやすくていいですね。これアイレーシングなんかだと、はい、特に ABS とかね効かせちゃいけないって教わったじゃないですか私ね。そうですね、はい。そういう時なんかは結構これが光ったらダメっていうね。そうですね。目安にもなるんじゃないかというふうに思いますね。はい、パドルがすごい静かですよ。確かにカパッとこうカチカチ音が全然ない、はい、これ普通のお家のシムレーターの方にいいかなと思って。普段使っても結構パパンパパンって金属のすごい音がする。確かに夜中にね、はい、あの近所の人には言われないけど家族にはねちょっとうるさいよって言われることあるんでね。そういうとこも大事ですよね。プリセットで用意されてる FFB の設定なんですけど、ああなるほどね、はい、ちゃんとしっかり重さとバンプと、ただ遠赤の乗った時のどうした何があった。アウトラップで、アウトラップ、アウトラップ、そう一周目、まあちょっとタイヤがね、はい、冷えてますよね若干ね。フロントタイヤの内側が冷えてますね。あったまった。じゃあ一周行ってもらいましょう。あええまさかまさかのもう一周一周1コーナー目でマクラーレンは難しいですよ。マクラーレンね、まあ乗り慣れてないということで。スタイリングから、はい、この彫りがしっかり作ってあって、ここに親指がスポッとフィットするのでちゃんとしたポジションでずっと持ちやすいっていうのがあると思います。これ結構疲れにくいと思います。疲れにくいんだ、はい、あとはここの親指のスイッチですね、はいはい、これすごくくる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 です、はいはいはい、すごく操作しやすい位置にあるので、電子制御とか、うん、ブレーキバイアスとかここに割り当てるとコーナーごとに変えたい、変えたいという時に。そんなことあんの、はい、すごいね、宇宙人すごいなやっぱりコーナーごとに変えるの。何変えてます今。トラコンと ABS はコーナーごとに変えたいっていうところがあるので、で今は何がセットされてるんですか。今は、トラクションコントロールと ABS をセットしました。具体的にこのスパで、はい、トラコンと ABS の、まあ、簡単なポイントだけ教えてもらっていいですか。簡単なポイント、はい、まあ、1コーナーと最終コーナーは、うん、まあ、トラコンないとちょっとまず運転が難しいので、あ、まあ、低速コーナーの立ち上がりはトラコンが基本的にはオンにした方がいい。そうですね、傾向にあると、はいはい、で他のコーナーは高速コーナーでトラコン入ってしまうとロスになってしまうので、他のコーナーはなるべくオフにして、低速コーナーだけオンにする。オンにすると思います。 ABS はどういう傾向ですか。ABS は基本低ければ低いほどよく止まるので、まあ、そうなんだ、はい、宇宙人的には、はい、俺たちはそうじゃないんだけどまあ止まります止まるので、あ、はあはあ、まあ、コーナーとか、まあ、グリップレベルとか、まあ、路面温度とかで変わるんですけど、うん、なるべく下げたいですね。確かにこれ前から本当に、はい、武藤選手には指摘されてることなんだけど、 ABS はとにかくかからないようにブレーキングしろと、はい、それが基本だっていう。そうですね、まあ、そのシミュレーターごとに違いはあるんですけど、うん、強く踏むブレーキは ACC が特徴なんですけど、それでも ABS はかからない方がより制動距離短くなってタイムの向上につながります。コーナーごとで言うとどこで強く踏んでどこで弱く踏んで、1コーナーとか
ラソースですね、あと最終のバスストップのところとかをまっすぐブレーキするところなので、ABS は少なくします。少なくするんだ逆に、ね、低速でも低速まで行くところでも少なくしてまっすぐのところが少ないんだ。そうですね。でコーナリングしながらっていうところだとそれ、ABS 弱いとロックしちゃうので、うん、なんでこの中速の区間とかは ABS ちょっと多めって感じです、ね、多めに多めって言っても少ないんですけどどのくらい、これ確か10段階ぐらいあったと思うんですけど中速のところで2位でこの低速のところは1位です。あ、そんなにその違いなんだ。その違いです。なるほど、はい、ペダル類はどうですか。ペダル類ですね、結構立ってるフォーミュラー気味の、はい、まあ、ペダル映ってないけどね。映ってないですか、はい、アクセルこう、まあ、バネだけなんですけど、うん、まあ、これがそのレスポンスがバネだけでのレスポンスがいいのでこう足にしっかり操作についてくるって感じですね。なんでここの戻した時に足から離れないっていうのが、あ、パッと戻した時に、ね、そうですね、これがいいなと思います。まあ、あのロングブレーキですぐパッて帰る時この速度がすごいすごいな、すごい動きするな。これが、まあ、ゆっくりなちょっとなんかバネが弱すぎたりとか、あの他にダンパーが入ってるものだとちょっとゆっくり戻ってくるので、それだと、その分のアクセル入ってる分のロスが出てくるので、はいはいはい、このレスポンスはいいなと思います。なるほどね。感圧式の、ね、まあ、ダンパーが入ってるタイプ、はい、こう一定の滑らかさが、感圧式でぐーっとある感じです。なるほど。それは パーシャルとかあと戻すときにも追従性がいいっていう感じ、ね、はい、一定の強さがこう維持できるというか、そうですね、曲線がね描きやすいっていう、ね、はい、ここ大事ですか。これだ、あの大事だと思います。今回、ACC は結構バンって思いっきり踏んで、うん、こう抜いていく方なんですけど、この抜くのも一定のところがあるので、まあ、操作しやすいかなと思います。で、特にアイレーシングとかだと、はいはい、この踏む方が大事なので、うん、あのこうぬめーっと踏んでいく感じですか。そうなんだ、はい、ゆっくり立ち上げていくのが聞いてないんだけど説明受けてないんだけど説明書に書いてなかったんだけどゆっくり立ち上げていくのがすごいブレーキ大事なので、あり、これすごいアイレーシング、特にアイレーシング向きかなと思います。ああ、そうなんだ。コンパクトで使い勝手のよく、さらに性能もしっかり補正されてるものか、いいものかなと思います。なるほど。じゃあ一発タイムを出していただきたいと思います今度こそですね。うわー、すごい、さらに更新した。もういいよ、もういいよ悔しくなってきた。普通でダメだった。
マジか、すごい宇宙人。15秒台入った。15秒台入った。俺がマイクつけてない時に15秒台入った。すごかった。最後もうだってさ、一足上でもう。そうですね。トラコンオフにして一足上げてで足で。足でコントロールしていくっていう神業見たね。すげえわ。そうでした。言葉にならないな、これも。しかもタイムが2分15秒99というところで、最後絶対15秒台に入れるという、最後のさ、こうなんかタイム持って帰ろうっていう気持ちがさ、本当は出るんだけど、出ずに最後まで決められるっていうのが、まあプロだわ。そこ普通決めれないもん。俺なんかもう、ああタイム出るかもってなんだったらもうおかしくなるのに、そこでさらにコンマ3ぐらい詰めてギリギリ入ったもんね。ギリギリでしたね。はい、すごいわ。はい、ということでね、まあ論より証拠ね、まあ e スポーツ系で何が大事ってタイムが出ることが大事じゃん。でこのスパフランコルシャンでね、こんなタイム出ないよねっていうね、無茶ぶりでね、武藤選手にはやっていただいたんですけど、もう本当にね、3、4週でネット探しても出てこないようなタイムをね、パッと出してたんで、あ、やっぱりこう本当にね、こう e スポーツ系のそういうデバイスなんだなっていう風に思いましたね。はい、ということで今日はね、こちらのアステックのハンコン紹介してまいりました。まあ最後にまとめるとね、本当にこう e スポーツにかなり特化しているんじゃないかっていう風に思います。なんで実車のハンドリングを楽しもうとか、実車の操縦感を楽しもうっていう人向けというよりは、まあ、どちらかというと PC ゲーの e スポーツゲームでタイム出したれっていう人向けなのかなっていう風に感じましたね。そしてね、こちらのソフトウェアである程度自分好みにねセッティングできるっていうところ、そういう人向けであるかなとも思いますね。まあ、一言で言えば e スポーツ最強クラスのハンコンと思いますね。はい、ということでやってきましたけど、いかがでしょうかね。またね、これやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。異次元のハンドリング。